今回は本の紹介です。じゃん中国産地、過疎50年ということでね、非常にワクワクするタイトルじゃないですか。過疎。ね、人に求められずに人が去っていく場所ですよ。滅びの極地ですよ、過疎。ところがですね、私はこの過疎に非常にね、可能性を見出しております。で、私はね、計画の一つに、過疎の 村とかね廃村とかを一角を全部買おうかなと思ってるんですよ村一個ですよ誰もいなくなった村を全部買ってでそこにですね、あのー、城塞都市を作ろうかなと思うんですよ。うんで安い土地を一区画買ってで電気や水道やガスってインフラはあるわけですからでそこにですね一角を区切って久保ワールドを作ったですね でででそこでね遊ぼうかなと思うんですよ <laughs>、まあ、お金が、ね、安いとしても結構かかると思うんです数千万ぐらいかかると思うんですよどね、まあ、その数千万も、まあ、ありえない話じゃないかなと思ってました今の私にはうんだから数百万とかだったら楽勝なんですけども数千万っていうのになるとやっぱり他の資産とのバランスもありますんでねどうなるか分かりませんけどもあ例えばうんと10軒の家がまとまって廃屋になっているとしたらそれをまとめて買ってですね それをまあ更地にするなりそのまま使うなりするんですけども一区画をゲートで区切ってですねでそこに、まあ、自由自在にね、えー、動物を飼ったりとかあの古い、えー、車とかをどん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 並べてね放置していったりとかうん、なんかねその昭和の街並みを作ったりとかねなんかいろいろできるんじゃないかなと思うんですよ。もう私廃墟は好きなんでねで廃墟を一軒でもいいんですけどもどうせだったらまとめてね買いたいなと思うんですよ。そのの中で私が今探しているのは 過疎でもうね30年くらい経ったら誰一人いなくなりますよみたいなところをまあ,あのな変えないかなと思ってるんですよ。でこれがね30年とかだったらいいんですけど50年経ったらどうなるかっていうと日本の中に過疎どころか誰も住んでない、えー、村とかね、えー、もしかしたら都道府県,道府県、ね、市町村市町村っていうレベルであるかもしれないです。んだそうなると日本っていうのはスカスカの人間いない国家になると思いますけども。 まあだからこそね、できることっていうのは結構あるんじゃないかなと思うんですね。実験都市とかできるかもしれないですしね。いや、ワクワクしますね。ちょっと話すと長くなるんで、今はね、何のことかわかんない、抽象的な妄想をこうやってお話しするだけなんですけども、いやー、過疎いいですね。こういう風なね、時代劇のロケ地とかもできちゃうかもしれないですね、格安で。以上です。アフィリエイト。